ナフパクトスは、ギリシャ共和国西ギリシャ地方エトリアアカルナニア県にある都市。行政上は、ナフパクティア市に属し、同市の中心地区である。コリンティアコスワンの暗号を抑える。この都市は、レパントの名でも知られる。1571年にはこの近海で、レパントの海戦が戦われた。ナウパクトスなどの表記もされる。ラテン文字では、ナフパクトス、ネイブパクトス。 ノパクトスなどとも綴る。ラテン語名はナウパクトス。トルコ語名はイニーバット。レパントという名称は地中海東岸地方を意味するレバントとしばしば間違われるが無関係である。コリンティアコスワン北岸の西のパトライコスワンへの海峡入り口に位置する海軍戦略上の要所。海水浴場でもある。セルバンテス像起源前220年。 スパルタ・エトリア同盟軍とマケドニア軍が同盟支戦争を行ったが、紀元前217年にナウパクトスの講和を結び、現状維持とした。1571年、近海でレパントの海戦が戦われた。ミゲールデセルバンテスがその戦いに従軍したため、セルバンテスの銅像がある。ありがとうございます。